登録番号5205番の小坂部ありさです。私は大学4年生の時、初めてボートレース浜名湖へ来て、迫力あるレースに魅了されました。またボートレースは女性でも男性と互角に戦うことができるという点に魅力を感じ、志望しました。養成所の思い出はリーグ戦第8戦で優勝したことです。近況の課題は手の安定とスピード旋回です。3年以内に A 級に上がります。デビュー戦で水人祭を上げられるよう一層一層大切に全力で走ります。応援よろしくお願いします。お客様に迫力あるレースを届けられるよう一層一層大切に全力で走ります。応援よろしくお願いします。